はいどうもジェキマルです。ということで皆さん、なんとですね、本日から新シーズンが開催されました。イエーイ。ということで前回はですねエジプトシーズンだったんですけど、本日からですねこちら水槽シーズンということで、皆さん右見てください、熊の御鬼だって、めちゃくちゃやばそうですね。はい、ということで本日はですね新シーズンで遊んでいきたいと思います。とその前に皆さん青鬼図鑑見てもらうと、なんとですね熊の御鬼の隣にイソギンチャクみたいなねやばいフワッティも見えますね。ということで本日はですねこちら新シーズンを楽しみつつ、熊の御鬼もね見ながら新マップもあるらしいので、新マップに行けたらいいなと思っておりますので、今日はですねこちらの水槽シーズンで遊んでいきたいと思います。それではやっていきましょう。ということで水槽シーズンですね、すっげえ夏らしいシーズンが来ましたが、どんな感じになっているんでしょうか。この間私ですね水族館行ってきたんですけど、なんとそこの水族館はね熊の実はいませんでした。ということでね熊の実見れなかったので、今日はですね青鬼オンラインの方で熊の実を見ていきたいと思います。イエーイ。ということで今回ですね新しいガチャもめちゃくちゃ可愛いですよね。いろんな魚がいましたので、最後ですね30連ぐらい回していきたいと思います。それではね水槽シーズンやっていきましょう。はい、ということで皆さん見てください、すげえなんか水族館みたいだけどさ、なんかクモの巣もあるんだけど、今なんなんだこれはい、ということでそれではねやっていきましょう。ちょっとみんな見て、ほらこれさ、せっかく可愛いイルカのさ壁紙なのにさ、ここにクモの巣があるんですけど、さあなんでなんでしょうかね。はい、やっていきたいと思います。さあということで激レア鬼はですね多分イソギンチャクだと思うので、イソギンチャクッティみたいな名前だと思うんですよね。ただねイソギンチャクのねフワッティ多分見た目めちゃくちゃ気持ち悪くなってると思うんですけど、まあ今回ね出たらいいなということでやっていきたいと思います。イソギンチャクのフワッティはめちゃくちゃやばいですね。それから皆さん、あ、いや、いた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 、え、めっちゃ今ねでかかったんですけど、はい、ということで皆さん今下の方にですね、あ、ほら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 横顔やばすぎーってかさ、え、え、待って待って待って、後ろ姿やばくね、ちょっと待ってバグってるこれ、ちょっとみんなさん見てくださいね、正面は大丈夫なのかな、正面はあ大丈夫なんですけど、ちょっとここでぐるっと回るよ、はいはい、後ろ見てみんな、ほら後ろこれは運営さんのミスだな、これはやばい、あのねなんかね魚の骨みたいにね細くなっちゃってるんだよね。はい、ということでめちゃくちゃ大きい魚なんですけど、青鬼の顔が透けてるということで、これやばいよね、なんか青鬼の顔が細くなってるのかわかんないんだけど、ほらチカチカしてさ、すげえ骨になってるんですよ。はい、ということで今回これはねミスっておりますね。ということでめちゃくちゃでかい熊の御鬼でした。めっちゃすごいねこれね、こんなに大きいんだね。いや本当に何回も言うけどさ、最近の青鬼大きすぎてびっくりしたんですよね。危ね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 。さあということで残り4人になってまいりましたが、ジェキマルガスマスク持っていないのでガスマスクをゲットしたいです。さあということでローラースケートですね。はい、ということで熊の御鬼ですね、熊の御鬼とイソギンチャクッティっていうのかなね、名前はわからないんですが、さあイソギンチャクみたいなねフワッティも見てみたいし、さらにはですね新マップでも遊んでいきたいなと思いますので、もう一試合ぐらいねやっていきたいと思います。はい、ということでさあ、はい、一発目からですねジェケマル青逃げしました、よっしゃー、ということで戻っていきましょう。はい、ということで皆さん、まずね青鬼図鑑が1匹埋まりました、イエーイ、熊の御鬼ということで後ろ姿大変なことになっておりましたね。それから右にいるねイソギンチャクッティも見てみたいし、新マップにも行きたいんですけど、今日はですねもう1試合やって終わりにしていきたいと思います。その前にですねこちら30連引いてみましょう。さあ何か当たるかな、何か当たるんでしょうか。はい、10連目、まあ大抵ねこういうの俺ジェケマラ当たらないんですよね。20連目タコさんがいましたね。30連目ということでイカさんもですね登場しました。それではねラストゲームやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。ということで明日8月2日からはですね、なんと新しいコラボですね、大型アップデートが入るらしいんですけど、それのですね新情報が明日からですね公開されるらしいので、皆さんぜひね楽しみにしておきましょう。あーちょっと待ってバグっちゃった。それでは戻っていきましょうか。
さあそれではね、もう一回水槽シーズンやっていきたいと思います。さあ今回はどんなマップになるんでしょうか。それからね、他の青鬼たちも見れたら嬉しいなと思うんですけどね、やっていきたいと思います。さあどこのマップなんでしょうか。はい、ということでこちらですね、閉じ込めることができるマップですね。正方形になっていて、真ん中の方にですね石像がありますので、今回はですね熊の実を捕獲していきたいと思います。それではやっていきましょう。はい、ということで、それ、お、なんかイソギンチャクのスキン持ってる人がいる。めっちゃ面白いですね。それからさ、なんかジェケマルの YouTube の方にコメントが来たんですけど、なんかね、 YouTuber の中で一番ジェケマルさんが好きですっていうコメントが来まして、いや本当にめちゃくちゃ嬉しかったんですよね。それをね、誰かに言いたいなと思って、今回ですねこの動画内で言わせてもらったんですけど、本当にありがとうございます。もうたくさんいる中でね、ジェケマルが一番好きって言ってもらえてめちゃくちゃ嬉しいので、今回ですね頑張って青逃げしていきたいと思います。それからね、コメントでなんかですね、裏ステージの動画がたくさん見たいっていうコメントもありますので、これなんかすげえスキンの人がいるんだけど、これ一番新しいやつじゃん。うわ、みんなすごいな。はい、ということでね、ジェケマル頑張ってそのリクエストにですね答えて、裏ステージのね動画もこれからね投稿していきたいと思いますので、よかったらぜひねまた見ていってくれたら嬉しいです。ということで、最近皆さんね、いろんな動画見てくれてありがとうございます。皆さんのコメントちゃんと見てね、こういう企画やってほしいっていうのもね全部スクショしてありますので、また時間があるときにねやっていきたいと。あー、危ねー危ねー危ねー、クマの実が2匹と、はい、後ろ姿がですね皆さんカチ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 なっておりますねなんだこれマジ、後ろ姿これ修正した方がいいよね。はい、ということで、まあこういう仕様なのか、それともねこうなってしまったのかわからないんですけど、これはまずいな、後ろ姿なんかサメに食べられちゃったのかな。はい、ということで、このスキンマジすごいね。うん、なんていうスキンの名前なんでしょうか。ということで、さあここでですね、石像、あ、動かさないで動かさないで、さあ残りに、うわうわうわ、ちょ待って待って待って、やめてやめて、本当にやめてくださいね。うん、さあということで、これでね、網を張りました。さあ残り22人、ジェケマルガスマスクも所持した状態で、あと12秒ですね、最後の青鬼が登場します。はい、ということで、さあ残り5秒4 3 2 1、さあ何の青鬼が登場するんだ。さあここに入れ、どうだ、入らなかった。はい、ということで入りませんでしたが、頑張ってね、青逃げしていきたいと思います。さあ最後の青鬼は何だったんだろう。さあということで、クマノミのこの本当にさ後ろ姿、ガリガリ鬼やんけ。うん、ガリガリ鬼、いやー危ない危ない危ない、これマジマジやばいやばい、マジマジマジやばい。うん、さあということで、ああまずい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 、ガスマスクが欲しい、ガスマスク切ってしまったので、あーやられてしまいました、ごめんみんな。ということでね、戻っていきたいと思います。さあということで、皆さんいかがだったでしょうか。本日はですね、こちら新シーズンの熊の実鬼を見つけることができました。後ろ姿がめちゃくちゃやばかったけどね。はい、ということでね、見てくださってありがとうございます。明日の動画はどうなるんだろうね。レア青鬼を見つけてみたっていうタイトルかもしれないし、それからですね、明日15時から新しい情報が入りますので、ちょっとね明日はその動画を投稿できないんですけど、明後日以降ですね楽しみにしていただけたら嬉しいです。ということで、ジェケマルでした。ありがとうございます。失礼します。本当にみんないつもねコメントありがとうございます。